ウクライナのダム爆破で100の村が浸水チェルノブイリ以降で最悪の環境災害6日に発生したウクライナ南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所のダム爆破で近隣の村が浸水しボートを使った必死の脱出行列が続いているウクライナの農作物生産への支障が深まるだろうという見通しが出てきて小麦やトウモロコシなど国際穀物価格が急騰した この日 CNN と BBC などによると、ウクライナ当局はカホフカ水力発電所のダム爆破により、100近い村が浸水し、これまで住民数千人が避難したと明らかにした。ダム下流の村で避難を監督するヘルソン州のプロコジン知事は CNN に、水があっという間に増えて、今はボートを利用しなければ動けない状況と話した。この日、米シカゴ商品取引所 CME で取引開始直後に、 小麦価格は1ブッシェル27.2キログラム当たり6.39ドルで2.4%トウモロコシ価格は1ブッシェル当たり6.04ドルで1%以上を上昇した AP 通信はカホフカ水力発電所のダム破壊で主に開発途上国に供給されるウクライナ産の小麦とトウモロコシの生産への支障に対する懸念が大きくなったためだと伝えたキーウインディペンデントによると 専門家らは今回のダム破壊でウクライナが2万ヘクタールに達する農作物栽培地を失う恐れがあると診断した今回の爆破でカホフカ水力発電所から流出した150トン以上の機械油がドニプロ川に流れ込んだとウクライナ当局が明らかにした今回の戦争で埋設されていた地雷が水に流されて散らばり爆発被害も懸念される ウクライナのセメラク元環境省は今回の事態は1986年のチェルノブイリ原発事故以来最悪の環境的災害と話したカホフカ水力発電所のダムは1956年にドニプロ川に高さ30メートル長さ3.2キロメートル規模で建てられた貯水量は18立方キロメートルに達するザポリージャ原発にも冷却水を供給してきたため 原発安全問題も提起されたが国際原子力機関 IAEA、e、はすぐに核関連の危険はない状況と明らかにしたウクライナとロシアはダム破壊の主犯として互いを名指ししているがロシアがダム構造物を内部で爆発させたというウクライナの主張を裏付ける分析が出てきたニューヨーク・タイムズによると工学・軍需専門家らはダムが破壊された姿を根拠に ロシアが主張するダムそのものの構造的欠陥や外部攻撃は妥当性が落ち施設内部爆発である可能性が大きいと見ているダムが重さに耐えられずに崩壊する場合通常はダムの両側の堤防で先に亀裂が発生するが今回の爆発はロシアの占領地側に隣接した中間部分で最初の破壊が始まったという説明だ意図的なダム爆破はジュネーブ条約が規定した戦争犯罪だ 北大西洋条約機構 NATO と欧州連合 EU は今回の事態を事実上ロシアの仕業と規定し糾弾しているワグネルを支配するロシア刑務所の掟が戦場に染み出す極めて厳格な身分制度の4つの階級ワグネルの囚人部隊を支配する独自の規律裏社会の論理を理解せずにロシアと戦争の本質は分からない ロシアはウクライナを侵略したことにより様々な面で大きな代償を払わされることになった。ロシア軍の人的損害は特に深刻だ。ロシア軍は侵攻開始初期から多くの戦闘員を失い続けている。そうした戦闘員不足の穴埋めをしてきたのがウラジーミル・プーチン大統領の盟友とされたエフゲニー・プリコチンが率いる民間軍事会社ワグネルだ。ワグネルはロシアの刑務所に収監されている受刑者の中から 活発に、時には強引な方法で戦闘員を集めている受刑者には戦闘に参加することと引き換えに任務が終了した後の自由が約束される同様の戦闘員確保の方法はロシア国防省も正規軍で採用するようになった西側諸国の専門家は見落としがちだが受刑者が戦闘に参加するようになり刑務所の文化が戦闘員の日常と戦争の在り方に 大きな影響を及ぼし始めているロシアの社会で犯罪者たちの慣習や規範が強い影響力を持つのは最近に始まったことではない実際プーチンの周辺で大きな権力を振るっている人の中には刑務所への服役経験の持ち主が驚くほど多いワグネルのプリコジンもその一人だしかしウクライナ侵攻が始まって以降犯罪者たちの文化が持つ影響力は一層強まっている。 刑務所を支配する4つの階級4月9日、プリコジンの広報担当部門がメッセージアプリのテレグラムに戦闘員になった受刑者の置かれている状況について寄せられた質問に対する回答を掲載したその回答の中でプリコジンは「政府がそうした戦闘員たちを不適切に扱っている」と厳しく批判している身分の低い受刑者たちが一般の受刑者たちと一緒に肩を並べて戦っているという噂が聞こえてくる。 こうしたことは刑務所の掟、いわば不文律に真っ向から反する。誰もが知っている通り、ロシア人は何世紀もの間、そのようなルールに従って生きてきた。その意味で、現在の状況は到底容認できるものではないと私には思える。事情を知らない人が読むと意味不明の文章に思えるかもしれない。しかし、ロシアの刑務所文化に照らせば、これは完全に筋が通っている。 その文化は帝政ロシアの時代に端を発するが主に旧ソ連時代の刑務所や収容所で形作られていったこの文化の核をなすのはパニャーチへ直訳すると概念といった意味と呼ばれる暗黙の掟だその掟のもと受刑者が取るべき行動さまざまな禁止行為と違反者への厳しい罰則そして刑務所内の身分制度などがルール化されている極めて厳格な刑務所内の身分制度 ロシアの刑務所内の身分制度は極めて厳格なものだ。そのルールはヒアラルキーの頂点に位置する受刑者たちの利害に沿うものであり、刑務所の管理者たちもそうした身分制度の存在が受刑者を統制する上で好都合だと考えている場合もある。受刑者は大まかに4つの階級に分類される。カースト制度さながらに上の階級に昇格することは不可能に等しいが、下の階級に降格することは至って容易だ。 下の階級に転落することへの恐怖は刑務所内のあらゆる人間関係に影響を及ぼすその4つの階級はそれぞれ盗賊、男、おスヤギ・おス鳥」という隠語で呼ばれている盗賊は刑務所の受刑者の中の権力者職業的犯罪者や犯罪者の世界の一員として常にそのルールの下で生きることを選んだ者たちだ盗賊は人数こそ少ないが 刑務所内で絶大な権力と影響力を握っているこの階級にはマフィアの狩猟のようなものも含まれる男は大きなトラブルなしに刑期を終えたいと思っている者たち刑務所の掟きてのことは知っていてそれを尊重する刑務所の管理者側に協力することはしないおすやぎは刑務所の管理者たちに協力するが刑務所の暗黙の掟きても尊重して行動する。 刑務所内のやび承認としてタバコやドラッグやゲーム機などの品物を調達するものもこの階級に属するゼレンスキー氏ロシアは占領地域見捨てたダム決壊で29集落浸水ウクライナ南部のダムが決壊したことをめぐりゼレンスキー大統領は7日ロシア軍が占領地域で救助を行っておらず見捨てたと厳しく非難しましたウクライナ南部ヘルソン州で撮影された映像では 民家の屋根まで浸水している様子がわかります。ウクライナ内務省によりますと、ダブの決壊でロシアの占領下にある銃の集落を含む。二十九の集落が浸水しました。ウクライナとロシアそれぞれの当局の発表では、合わせて四千人以上が避難しています。ゼレンスキー大統領、ヘルソン地方の占領地の状況はまさに壊滅的です。占領軍はこのような残酷な状況の中で、人々を見捨てたのです。 ゼレンスキー大統領はこれもロシアの意図的な犯罪行為だと述べ非難しましたさらに赤十字国際委員会などの国際機関に対して被災地域での救助活動に直ちに参加しヘルソン州の占領地域の人々を助けるべきだと述べ救助を訴えました防衛研究所の高橋杉雄さん多分この人の予想が日本では今のところ一番当たっているの見解だと ウクライナ軍の攻勢があると思いロシアの現場の指揮官が混乱して間違って橋に仕掛けていた爆弾の爆破装置を押してしまったのが原因ではないかと言っていただから後方のロシア兵にも被害が出たのではないかとダムの崩壊は砲撃ではなく爆破だとダムが事前に壊れかけていたとの情報もあるがやはり高橋杉雄さんの見解が状況からしたら一番つじつまがあった説明のように思えた いずれにしても意図したかしなかったかは別にしても占領しているロシアが管理していた以上ロシアの責任は変わらない後でも良いのでしっかり検証して原因と責任を追及してほしい。